旭川、アナモンの堀の角、キャッスルホテル、秋田県立美術館。左側はアナモンの堀。右側は大手門の堀。さてここはどこの橋かといえば、そうです、久保田城の中戸橋門跡です。20世紀初頭の中戸橋通り、この奥が三の丸で、重臣の屋敷があった下中城町。広い通りに出ると案内板があります。久保田城は1602年日立から国替えとなった初代秋田藩主佐竹義信が翌年から1年余りで築城した、天守と石垣がない城で、今は千秋公園になっています。でっかいお城ですね。中戸橋通りを進んで内堀のところまで来ました。今日は回れるだけ回ってきます。ここから行きます。松下門跡、二の丸跡に来ました。二の丸広場は多数の家臣が集まる集合場所だったり、町民に開放することもありました。この石段を登って本丸へ行きます。長い石段なので長坂と言われています。千秋公園は秋田藩主佐竹氏が12代270年間居城とした久保田城を1897年に公園にしました。城跡を公園にしたのは久保田城が全国で初めてだそうです。標識には説明文が書いてあります。本丸の正門、一の門、平成13年に復元されました。お物頭五番所、城内で現存する唯一の建物、中に入れます。本丸へ入ります。表門の裏側、久保田城は標高40メートルの神明山に1603年から1年余りで築かれました。東西117メートル、南北215メートルで、周囲は土塁で囲まれていました。本丸には中央部に本丸御殿がありました。最後の藩主佐竹義孝公の像、佐竹義信公をはじめ歴代藩主を祀る秋田神社、本丸から見た二の丸、本丸を散策します。裏門跡、二の丸とつながっています。おびくるは門跡、上へ行きます。
土塁の上へ来ました。お墨櫓、このお墨櫓は城内に8カ所あった櫓の一つで、もともとは2階建てでしたが展望室を加えました。中に入ります。初代藩主佐竹義信、佐竹氏は清和源氏の流れを汲む名門です。城の模型があります。まさしく土の城。佐竹義信から始まって明治維新まで12代続きました。天守最上階に来ました。南、西、北、櫓を出ます。波紋長屋跡、渦見門を出ると上へ行く階段がありました。上へ行きます。広いところがあります。お出し書院跡、本丸を降りて一の門とお別れして周りを取り調べます。上にあるのがお出し書院跡、下には茶室があります。左へ曲がって鐘楼へ行きます。本丸の渦見門へ戻っちゃいました。あやめ園に行きます。本丸と段差ありますね。あやめはお休み中。上へ行きます。お墨櫓の下の道に出ました。道なりに進むと本丸帯曲門跡に戻っちゃいました。裏門から二の丸へ行きます。二の丸には馬場がありました。さらに奥には宮鷹神社、秋田出身の国学者神道家である平田篤胤が祀られています。二の丸広場へ戻ります。二の丸広場から見た一の門、立派な出口です。なんという門でしょう。下からは行ってみます。黒門があったところですね。周りは土で固められ直角に曲がっています。また曲がります。二の丸に着きました。バス停のところにも上に行く階段があります。ここは門跡ではないようですが、二の丸に着きました。大手門跡、ここから秋田駅まで380メートル。
最後までご視聴ありがとうございました。